藤井津根を7月12日から1991年9月28日、昭和期の労働運動家、政治家、参議院議員、旧満州、大連出身。本籍愛媛県西和郡、三崎町。1945年大連中学校を卒業後、進学のため単身で帰国したが、終戦により進学を断念した。百四十六年東レに入社し、 愛媛工場に配属された。労働運動に加わり、1963年には、東レローソ委員長に就任。その他、前線同盟政治委員長、同中央執行委員、同下選部会副部会長、民社党教育、青少年対策特別委員長などを務めた。1971年6月の第9回参議院議員通常選挙で、全国区に、 民社党公認で出馬して初当選。1977年7月の第11回通常選挙、1983年6月の第13回通常選挙でも再選され、参議院議員に連続3期在任した。1977年12月党大会で委員長に選出された佐々木良作委員長の下で、当選挙対策委員長に就任。 1979年12月公明党との公民連合政権構想に合意に貢献。1985年、佐々木委員長の退任ともない塚本、サブロ委員長の下で選対委員長を留任。1985年1月三地茂信参院会長の公認の党参議院議員会長に就任。1989年2月、 長瀬栄一委員長の下で参院会長に留任。1989年7月の第15回通常選挙には出馬せず、議員を引退する。ありがとうございます。